わずか6日、原監督は連勝中のチーム、いい流れをさらに加速させるために松井颯をプロ初登板、初先発のマウンドに送りました。育成ドラフト1位ルーキー、背番号は021から93に変わって、プロ初のマウンド、東京ドームのまっさらなマウンドに松井颯が上がりました。1番岡林に対して、この後松井颯の初球、今プレーボールがかかりました。さあその初球です。ストレートで行って岡林も打っていきました。150キロのストレートですが左に切れて、最後はレフトのウォーカーが掴んでいます。最初のアウトを1球で取った松井颯です。フルカウントからセンターバックして、バックして丸が最後掴みました。緊張の立ち上がり、まずは三者凡退で立ち上がっています。さあ追い込んで高め、ストレート空振りの三振です。このストレート、山本さん、非常にこう強さも感じますね。いやそうですね、本当にあの先ほどから話してますけど、ミットの入り際がすごく強いので、はい、今度はインコース、わー、これも空振り三振、見事なピッチング、デビューの松井颯です。スライダーなのかね、チェンジアップならなので、はい、今日は3種類しか投げてないですから、ほぼそうですね、そして大城ちょっと外寄り、あ、ちょっと沈むようなボール、最後シンカーで三振を奪いました。最後はその自信がある今のこのボールの抜けというのはどうでしょうか。いやいや、もう素晴らしいですよ。そうですか。まだ今日ね、5、6球しか投げてないのが不思議なんですよ。あ、もっと使っていい。いや、もっと使って、これだけストライク入ってたんだよね。ただやっぱり今日はあのストレート非常に走ってたんで、はい、まあ、ストレートスライダーの方が自信があったから優先して使ったとは思うんですよね。そして高橋宏斗のところで代打アルモンテです。ねえ、さあ追い込んでいます。高め要求、ストレート、空振りの三振です。ここも踏ん張りました。勝ち投手の権利を得た松井颯ルーキーです。ルーキーが初登板で初勝利をするのは史上初めての快挙となりました。加えてチームは今週負けなし5連勝です。この後の登板に向け、そして活躍に向け、力強い決意をジャイアンツファンにお願いします。今日のようなピッチングができるように、これからも一生懸命練習します。これからも熱い声援お願いします。馬場様がマウンドに向かいました。馬場様のプロ初登板になります。今年の新人ピッチャーの中では唯一開幕1軍に入りました、はい、特徴のあるサイドハンド、変化球から入ってきています。あの、今のスライダーが基本的にいつでもストライク取れるような感じなんですよ、ね、そうですか、はい、インコース来ました。投げ切れるんですよ。そうですね。ナイスボールですね。147キロ、はい、いいインコースに行きました。これがプロ初登板で初めて奪ったこのプロの世界での三振になります。やっぱりいろんな景気があるんでしょう。あの外のボール、2者連続三振、アキーノ、ビシエド、2者連続三振です。
いやいや、いいボールがいってますね。素晴らしいコントロールですね。一層いいですね。見事な制球です。キャッチャーから見るとこの位置から、ね、若干真っすらしてるかもしれないね。なんでしょうね、今の映像で見るとね。いやー、バットは回った。お見事、見事なデビュー、三者連続三振。マウンド上は船場様が2番手として上がっています。ここは吉川がよく取りました。目の前にエキサイシートが迫ってきている中ではありました。さあ、その井上の後を受けた船場様、これが今シーズンの10試合目の登板です。東京ドームでの登板、ルーキーですが開幕戦以来となる東京ドームでの登板です。ここは途中から上がった船場様が抑えたという4回のマウンドになりました。船場様打ち取った当たりになりました。高く上がってセンターレフトを制して丸が抑えます。ワンアウト。セカンドゴロ4-6-3。ここは坂本がうまくファーストに落ち着いてを投げました。ランナーを出しましたが後続を抑えた船場様です。打ち上げてレフト抑えました。船場様がプロ初勝利を手にしました。ルーキーの船場様、広松です。これからチームのために精一杯腕を振り勝利に貢献できるよう頑張ります。応援の方よろしくお願いします。見事なピッチング、そして嬉しいプロ初勝利、船場様投手でした。放送席どうぞ。ジャイアンツは思わぬ形でピッチャー交代ということになりました。菅野がおそらく指先を痛めまして降板ということになりました。1軍に戻ってきていいピッチングをしている船場様、これは空振りにしています。インコースで食い込むようなボールでした。今のボールはね、非常にいいですよね。いかに点を取るかというドラゴンズです。最後は空振り三振。船場様は三振でワンアウトを取ってきました。カリステは空振りの三振です。久しくその20本という出ていなかった、追い込んでいます。最後はバットは回りました。船場様2者連続三振。余裕が出てきたんでしょうか。ファーストゴロになりました。緊急登板の船場様、素晴らしいピッチング。今一つ声を上げました。6回までゼロジャイアンツは守っています。五十嵐さん、最後は、見切った山田の勝ちというところなんでしょうか。そうなりますね。さあ、これでワンアウトランナー満塁になりました。バッターボックスは赤羽、ですからこのシーンも外野フライでも貴重な1点が入るというシチュエーションになりますが、さあその赤羽を抑えられるかジャイアンツ。バット回りました。空振りの三振を抑えた。船場様が赤羽をなんとか空振りの三振に退けました。そして一難去ってまた一難、バッターボックスは今日ホームランを含む2安打のオスナです。ここは根気強く投げます。まっすぐできた。さあ、ここは
ショート門脇使ってワンアウト満塁からのピンチをゼロで切り抜けました。気迫の3連投、船場様を抑えた。ジャイアンツは3番手で大卒ルーキー田中千春が公式戦初めてのマウンドに上がります。オープン戦ではランナーも出していないという田中千春、低めの球合わせましたがセカンドライナー、ワンアウトです。はい、かなり落差があるように見えますね。あえてこういう調子のいいバッターはあんなの全然ボールですよ。でもこう合わせてくるっていうのがプロのいいバッターなんで、あそこでもうインコース詰まらせました。ブリンソンが前に出てくれ、ノイジーを詰まらせた田中千春です。非常に危険ですね、はい、さあ今日がプロ初登板の田中千春、伝統の一戦、タイガースの大声援を受けながらのデビュー戦、ツーアウトランナー満塁、初球打っていきました、板山打ち上げた、田中が押し切った、吉川掴んでスリーアウト、ツーアウト満塁のピンチ背負いましたが、ルーキーの田中千春のデビュー戦無失点に抑えています。ここから4人右バッターが続くところで、右の田中千春がマウンドに上がりました。昨日1軍に上がってきています。4割という数字にも夢がありますし、内川選手の数字を超えるかという期待もあります。ただこの場面では田中千春が打ち取ったでしょうか。サードの門脇にマウンドの前で取りました。イニングをまたいでこの回もということになります。ベイスターズ4番の牧から始まります。一旦登録抹消、昨日一軍に戻ってきました。あ、インコース高め、バット回らせました。もともとこのまっすぐも非常に力がありますし、あの球種自体は少ないんですけれども、はい、非常にフォークも効果的に決まってますよね。まあ、やっぱりそのフォークですよね、やっぱりまっすぐばっかりだとどうしても、まあ、カーブっていうのはそんなに投げないじゃないですか。これはストライクでセカンドをアウトにしまして三振ゲッツーとなりました。このピンチをなんとかしのいだバッテリー、ジャイアンツは7番からの攻撃になります。見事なプロ初勝利、田中千春選手です。ドラフト3位の田中千春です。好きな食べ物はいちご大福、趣味はギターを弾くことです。これからもよろしくお願いします。なんか言うぞ。それがまた言ってるな。もう完全に気持ちになってるよこれ。目を閉じるよ。まだ行くか。めっちゃ寄ってますね。二軒の注目。ここでもかっていうぐらい最後に最後に。愛がしらけて。もう一回言ったら面白いけどこれ最初からか、そうですね、最初から次からそれからそれから、それからもう一回もう一回それからもう一回言ったら面白いですけど、いやすごい、あ、いやでも終わりですねこれで、いやすごい、どうもありがとう、あ、どうもありがとう、